はい、皆さんこんにちは。フィギュアアウトライフの良平と申します。このチャンネルではキャンプ道具に関する情報と実際にキャンプをしている動画を投稿しております。キャンプ好きの方、ご興味のある方はチャンネル登録いただくと嬉しく思います。今回ご紹介したいのはダイソー、セリア、キャンドゥさん100均の力を集結したシェラカップ最強セット、こちらを皆さんにご紹介したいと思います。シェラカップのすべてのアイテムとスタッキングまで含めてすべてこれ一つに凝縮していますので、興味のある方は最後まで視聴していただけると嬉しく思います。では行ってみましょう。はい、まずは一つ一つ商品をご紹介したいと思います。一つ目はキャンドゥさんのシェラカップですね。こちらのシェラカップもうね、白米を炊いた時にいろいろ焦げついちゃってこんな感じになっちゃってるんですけど、550円の商品になります。ステンレスでできていてしっかりとした作り、これが550円で手に入るのはかなり安いと思います。家でも外でも器として使ったり、直火でお湯を沸かしたり、何かを温めたり、いろんな使い方ができるので、こちらの商品は持っていて損ではない、そんなキャンプ道具の一つだと思います。じゃあ次はこちらです。こちらはダイソーさんのシェラカップ用ザル、湯切りに米研ぎにということで、何か揚げ物をした時に簡単に油を切ることができたりとか、先ほど言った湯切りとか米研ぎにも使える。他にも土に混ざった炭とかを処理する時にこうすくって使うこともできる、いろんな使い方ができるアイテムになります。意外にしっかりできているので、ガシガシ使ってもそんな簡単に壊れるような商品ではないということで、コスパは非常に高いと。価格は110円のアイテムです。じゃあ次、はい、次の商品はこちら、キャンドゥさんのクッキングネットシェラカップ用網ということで、シェラカップに置いて水と食材を入れて蒸し器として使用できる、そんなアイテムになります。直径12センチ、底面内径8センチのシェラカップに対応していると。でこれはもうキャンドゥさんで販売されているこちらのシェラカップにジャストフィットするサイズとなっています。シューマイとか小籠包、冷凍食品でもね、そういうのを入れて水を入れればもう簡単に蒸し料理できるので、この網はあるとめちゃくちゃ便利です。特にお酒好きな方はおつまみ作るのにどうでしょうか。お次はこちらです。シェラカップ用蓋ということで、これは2つセットで入ってる蓋になります。で直径12センチのシェラカップに対応していて、材質がポリエチレン、耐熱温度60度、耐冷温度マイナス20度ということで、耐熱温度がね100度までいかないので、ここは注意したい点です。といっても2つついてるので、万が一何かがあってももう1個予備として保管しておけば何も問題ありません。でこれはご家庭でも何か調理したものを保存しておくとか、器として残ってしまったおかずをちょっと取っておく、いろんなことに使うことができます。こうやって裏返して使えば蓋以外にもお皿として使うことができるので、まあ、アイデア次第でいろんな使い方ができると思います。では次、シェラカップ用おろし器、これはダイソーさんのおろし器になります。セリアさんからも同じような形状のものが出ているんですが、ダイソーさんのものは後出しということもあって、こちらね、薬味おろしまでついてると。薬味おろしで生姜とかわさびをおろせばふわふわにできるので、さらに料理に美味しさを追求することができるというアイテムになっています。でセリアさんのとダイソーさんのどちらがいいのかっていうと、おろし器としての機能自体はもう確実にダイソーさんの方が薬味おろしがついてるので、これは上だと思います。はい、おろした感じは両方すりおろしてみましたが、ダイソーさんもセリアさんも変わりはないので、買うならダイソーさんをおすすめします。じゃあ次、お次はこちらです。こちらはキャンドゥさんの商品で、シェラカップ用のスプーン&フォークと、これはシェラカップに取り付けることのできるカトラリーで、こうやってシェラカップに引っ掛けることができるというものですね。大きさは小さいんですが、手に持った時のフィット感は全然違和感なく使うことができます。非常にコンパクトなので、登山やソロキャンプにはちょうどいいカトラリーになるんじゃないかなと思います。
じゃあ次はこちらですね。白カップリット。これはキャンドゥさんの商品で110円の商品になります。白カップリットに関してはダイソーさんからもこういった白カップ用蓋販売されているんですが、この白カップ用蓋何が違うのかというと、ダイソーさんのものはこのリフターを入れる穴がついていません。に対してキャンドゥさんの白カップ用蓋はここにリフターをつけるための穴、そして箸をリフター代わりに使えるような工夫がされていると。で、そういう面に関してキャンドゥさんの方が一歩進んだ商品になっていますので、どちらを買うかといえばキャンドゥさんの110円のこちら購入する方がいいかなと思います。で、白カップ用の蓋は炊飯にも使えるし、蒸し料理にも使えます。で、さらにちょっとしたフライパンとしても使えるので、こちらは持っていて非常に便利なアイテムになります。コンパクトに調理器具を収めたい方には最高の調理用具になるんじゃないかなと思います。というわけで、これらの商品すべてをスタッキングしていきます。まずはこれですね、白カップ本体、こちらを準備して、その次にこの網を乗せます。網を乗せたら、その次にこのさらに網を乗せると、蒸し料理用の網ですね。で、その後にこのシェラカップ用の蓋をかぶせます。で、このダイソーさんのシェラカップ用網にもジャストフィットしていますね。で、お次はこちらですね、シェラカップ用リット、シェラカップの蓋をセットして、その次はこちら、シェラカップ用のカトラリーを、はい、ダイソーさんのシェラカップ用網の中に固定してこのように閉じます。で、最後にこちらですね、このダイソーさんの白カップ用おろし器を、これ面白いのがぴったり、はい、白カップ用おろし器がですね、ぴったりとこの白カップ用蓋を固定することができるので、最終的にどうなるかというと、はい、これね、取れません、引っ掛けても。これかなりぴったしはまってるので、はい、こんな感じで全然取れることがないというスタッキングになります。で、このままでももちろんいいんですが、ここでセリアさんから神アイテム出てます。セリアさんのシェラカップ用収納ケース、この神アイテム、シェラカップを重ねて収納できて口が大きく開くジッパータイプ、この今までスタッキングしてきたシェラカップセット中に入れてみます。キュッと入れて、ファスナーがこっちとこっち両サイドについているので、ダブルジッパーになっていて、締めてみるとこうですね、もうパーフェクト。これでブラブラすることもなく、しっかり引っ掛けていったり、カバンの中に収納していくことができると。素晴らしいですね。これは素晴らしい。自分でも大発見でした。はい。はい。というわけで、今回はこちらのシェラカップセット一式をすべてご紹介させていただきました。ダイソーさん、セリアさん、キャンドゥさん、100均のね、すべていいアイテムを集めてスタッキングしてみましたので、気になった方は参考にしていただければ幸いです。というわけで、今回も皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録いただけると嬉しく思います。ではまた次の動画かライブ配信でお会いしましょう。したっけ。